はい、ということで現在20時30分でございます。あれから何にも当たりないです。竿はもうほんと10分15分に1回ずつ上げてポチャンと落としてるんですけど、餌も触られた様子もない。あれから当たりがね全くないんだよね。ただね、ただ見てこれ、あのこう見えるかな、わかんないかな、わかるかな、あのアジ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 アアジだらけです。あれアジアジ全部アジですね。何、エイが跳ねたようです。とりあえずエイっぽいですね今のは。うん、これアジですね。これ細かくいっぱい泳いでる、アジアジアジ、これ全部アジですよ。これアジングとか錆び切れたらもう一発で食うですよねこれやばいよこれ、めちゃめちゃ。イカがあのね、追っかけてどっか行っちゃったんだよね。なんか近くにはいるイカはね。あとこれに泳いでるこの辺のはクラゲね。クラゲ、この白っぽいのはクラゲです。見えるかな。あんまりズームするとねピントがすぐボケちゃうからね。うんです。あとこれ全部アジですね。アジだらけ。アジ釣るならもうすごいね。これ投光器当ててこれアジサビキでめちゃめちゃ食うと思いますよこれ今日ね本当はなんかサビキかなんか持ってきてアジでも釣ろうかなと思ってたんですよ。あのアジの何番食いたいなと思っててね。サイズ的にもちょうどいいよねこれ、何番にするにはね。うん、だからまあついでにね、ただキビナゴね、入ってるキビナゴ、キビナゴもどうせ天ぷらするんですよ。だからついでに、あそっか、アジ釣ってアジも天ぷらにしてその酢につけりゃね、何番できるじゃんと思ってたんだけど、忘れてましたねサビキを完全に忘れてたこれ多分餌なくても食うんじゃない。てかサビキのなんか落ちてない、ないか、さすがにないかこれアジさ、アジだらけ。アジですね。青いアジと金色のアジがいるっぽいですね。金色が沖から入ってきたアジだったかな、なんか誰かがそんなこと言ってた気がしますけども、はい。というわけでとりあえず当たりないです。当たりない。ていうかアジ多すぎじゃねアジ多すぎじゃないこれ。シーバスがいないんですよねここ。毎年ねシーバスがいるとこいつはちっちゃうんだけど、あの生後っていうのかな、シーバス鈴木がいないんですよ。カメラマス当たるのこれ。これ当たってるの分かる分かるこれ。ほらほらほらこれ当たってるの分かる。ほら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 当たってる当たってるよ。ドラゴは結構緩くしてるからガーって引いたら持ってくはず。タチオっぽい、話したか、タチオっぽいっちゃぽいんだよな。うん、当たり的にはタチオっぽいんだよ。あ、まだ持ってるか、まだ加えてる、どうなんだろう。ちょっとか構えるだけ構える。とりあえず今当たりがね、当たりがあったんで。お、加えてるっぽい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 。もう全然重さある。ただ全然引いてない。いや、あるある。あの、グーって持ち上げたら、重りが乗ってるみたいな感じ。どうしよう、これ。合わせていいのこれ。合わせていいの。合わせるならちょっとドラグ緩いんで、ドラグをガッて持ってね、ドラグというかスプール持って合わせますけど、ただタチオみたいにね、なんかグーって引かないのよ。ただ重いだけみたいな。いきます、合わせますよ、合わせますよ。せーの。お、根がかってただけだ。ちょっと待って、そんなに深く入れてたの。ってことで餌がそこについてた。こっち今ね、水深7メートルぐらいにしたのよ、右の竿に。それで多分海底についてたんでしょうね。ついて何か加えて、まあ加えたら加えたと思うよね、あんだけ持ってったの。なるほど。ここそんなに深くない。ここね、あんまりもともと釣り来たことないよこの場所はね。あんま水深知らないの。今ですね、その辺をちょっといろいろ見てたらですね、いいものを見つけまして、こちらこちら多分今日昨日ぐらいの、ちょっとあんまり中入れたくないけど、こうサビキの餌がまだ入ってるんですよ。サビキの針見つけました見つけました。捨ててんだよ誰か。一番上の針がないね。どこの何のメーカーかわかんないけど、多分100均のサビキではなさそうなんだよね。これ釣れるんじゃないと思って、上もね切ってんのよ。一番上の針のこの針がいくつかついてるここね、枝巣の、こう見えないか、ここ枝巣の部分が切れて上も切って帰ってんのよね。
おマジかみたいなちょっとこれでちょっとサビキでね狙ってみたいと思います。もうとりあえず道と直結ですね。で竿はね2本出したまんま、もう1本延べ竿があったんで延べ竿を今出してます。延べ竿プラス、この竿でちょっとアジが釣れるかどうかね狙ってみようかなと思います。アジバサミも何も持ってきてないからな、ちょっと手がベトベトになるかもしれないけど、よっしゃ直結しました。プラットノットでね、さあやってみましょうか。アジ狙いどうなんだろう、この拾ったアジでアジサビキで釣れるのか。逃げた一気に逃げた、一気に味のくせに逃げた。当たらん。いや本当に今アジめちゃめちゃいたのに、すごかったよ。水面めちゃくちゃすごくいたのに、どっか行きましたね。あ、戻ってきた戻ってきた。来るの？チャポンの音ダメみたいね。俺これこのまましとくしかないんじゃない？さすがにダメか。さすがにダメっぽいですね。めちゃくちゃ味散ったわ。ライト直下だからダメか。ただね、アジがどっか行ったらイカが持ってきましたからね。やばい、アジこれだけいる。来た放置した瞬間来た。アジやったね。あ、落ちたアジかもう釣れんだろうと思って放置した瞬間来ましたね。アジ戻ってきた。棚は大体合わせてる上の方に、ね、来たちょっと今動画回ってなかったな。来たよいしょ、来た。少しねコツが分かったけど、少し下にやらないとダメだね。豆味下にして少しこう暗いところにやってやらないと食わない。うわ、またエイがおる。エイ、あ、間に合わなかった。はい、ということで、現在21時18分でございます。見えますかね。ピント合わないんで、こんな感じで21時18分でございます。無理でしたアジも無理でした。ちなみにサビキの針が上下逆になってた。本来ならこう上げた時に枝すっていうのかな、枝すがこう、ま、横に出てないといけないのに、上げた瞬間にこうペタってなってたから、あれおかしいなと思ったら上下逆でしたね。だからさっき逆に付け替えてこう手持ちでずっとやってたけど、もう全然食わない。アジ食わないんですよ。アジいっぱいいるんですけどね、いっぱいいるんですよ。今現状こんな感じで3本、真ん中が拾ったサビキで、左右が太刀を仕掛けね。こうそーっといくとあれなんだけど、アジ見え、あら、もう下がったな。仕掛けとか入れてると結構ね、アジの、なんていうのかな、生息域が下がるというか。でもいるの分かるでしょ、この細かくいるやつ、全部アジです、アジ。大体この辺ぐらいかな。はい。白いやつはクラゲね。それ以外の、ピントが、すぐピントがボケちゃう。あと細かくいっぱいね、こう、全体的にこう無数にいると思うんですけど、これはほとんどアジですね。アジです。こう、チラチラ見えるでしょ。全部アジです。アジなんだけど食わないんですよ下の方にもね、こう見えてるんですよ。人間が前に行くとね、こいつは逃げるわ、人間がいるって感知してるのかわかんないけど逃げますね。でもアジはめちゃめちゃいる。これ全部アジですからね。アジングだったら釣れるかもしれないけど、サビキはダメっぽいですね。完全に見切られてるんで、
ね、こういうところ浮いてくるじゃないですか。これ全部アジなんですよ本当、うん、で釣れたのはねさっきちょいちょい釣れた2匹だけです。あれ以外はさっぱりですね。さっぱり当たりもしないって感じです。でちっちゃいんで逃がしました。2匹しかいないんでね、ちょっと持って帰って食べる分ちょっとないなと思って逃がしましたけども、はい、もうこんな感じで本当ね、もう白い点々はあのクラゲね、クラゲです。でそれ以外のちっちゃいのがちょこ細かく動いてるのはアジですね。でアジをこうちょっと逃がすと今度はアオリカがめっちゃ浮いてきますね、うん、です、はい、無限長こんな感じでございました。はい、ということでございまして、今日は第1回目の太刀魚調査でしたけども、アジはライト当てたらめっちゃ来るけどアジは釣れないです次回はちょっとアジングロット持ってこようかな。でもアジングロットも去年だったかおととしたか試したけど、最初釣れるんだけどその次から警戒して食わなくなっちゃうんだよね。アジいっぱいいるんだけど、そういうこともあるんで難しいよね。アジじゃあ釣ってね、持って帰って食べようと思ったら、そういう時限って釣れないっていうね話ですよ、はい、まあそんな感じでございます。ということで帰りますか。予定よりちょっと時間オーバーしてちょっと頑張ったんですけどもダメでございましたはい、ということで帰ります。ということで今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。